どうも、Bレジェンド染田です。 Bレジェンド管理栄養士の布目です。 Bレジェンド上野です。そして Bレジェンド影谷でございます。今日もぜひよろしくお願いいたします。皆さん今日ちょっと今日何なんですか？グダグダ。今日は結構上野さんとか減量とか、影谷さんは普通にトレーニングされてる、で布目さんはバドミントンで、僕はフットサルやってるっていう、まあいろいろ違うんですけど、こう普段とってる食事について、こう今日はお話ししていきたいなっていうふうに思っております。なるほど、はい、回しますね。ね、流れるような導入で、ね、ありがとうございます、はい、褒めてねえよ分かりされてる、食事ですよね、食事、はい、じゃあそういうことを聞く、まあ聞いてきた染田さんから、染田さんは食事なんかでこう何を気をつけてるとか、どういうもの食べてるんですか？そうですね、気をつけてることとしては、やっぱり1日タンパク質は自分の体重の2倍の数値を超えるように取るっていう部分を意識はしている部分はまずあるんですけど、うん、今日は何食べたんですか？今日取ったものとしたら、もう朝ねちょっとやっぱり時間なかったりして、プロテインとかで2回とか取ってるんですけど、うん、お昼はやっぱりその卵とかそういう鶏肉とか中心にしたものを食べてます。で、まあ、他に気をつけてることとしたら何なんですかね、結構やっぱりコンビニとかでもこう買い物する時あると思うんですけど、結構やっぱり裏の栄養成分表示見て、なんかできる限り脂質取らんように心がけたり、例えばコーヒーを飲むんやったらミルクとかシュガーは絶対入れないとか、まあ、そういう部分を気にしてやってるぐらいですね、はい。なんか気になってたんですけど、はい、曽谷さん、ご実家から通われてるじゃないですか、はい、こうお弁当を作ってもらってるじゃないですか、はい、そこでこうご自身が取りたい栄養と、はい、まあ、お母様が作ってくれる弁当と その兼ね合いというか、はい、すり合わせはどうしてらっしゃるのか正直な話してないんですよね、特に。あ、じゃあ明確には、じゃあ母君にこれを食べたいみたいなこれをというところはせず。そうですね、そういうのは言ってないんですけど、ただ夜とか、はい、こう一緒に食べる機会とかやっぱりあるんで、うん、そういう時に僕がなんか積極的になんか食べてへんなっていうのを、うん、多分母君が見ててそういうのを多分徐々になんか出さんくなってて、あ、自動的に僕好みな食事を出してくれてるんじゃないかっていうすごいな、すごいですね、思います。まあというのも、多分これ見てる中には、まあ、学生さんとかもいらっしゃって、はい、実家から学校だったり職場に通って、そこの他のボディメイクをしてない人との、はい、食べ物のギャップをどう埋めてるのかっていうのは結構な参考になるのかなって。あ、なるほど。まあ、でも染田さんの場合結構頻繁にプロテイン飲んでますもんね。そうですね、うん、食事から取れない場合が結構多いんで、そこだけはやっぱり片手に。1日何回ぐらい？1日に 4,5 回ですね、はい、は必ず飲んでます。ってことは5回だったら80から100ぐらい、はい、で、あとは食事で取るようにしてます。で、食事から7-80g ぐらいってこと？そうですね、だいたいそれぐらいになりますね、はい。それくらいが食事で取れてると仮定して、まあ、足りない分をプロテイン回数飲んでる。そうですね、でそれで対応してる。そうですね、はい。まあ、その方法は結構多分実家で暮らしてる、ご飯が出てくるトレーニーの方にはすごくまあ、有益な情報なのかなと思います。プロテインで帳尻合わせるっていうテクニックですね。そうですね、はい。結構なんか野菜とかも気をつけてませんか？なんかよく試飲会とかそういうので泊まりで行ったりするときにコンビニとかで買うものを見てるんですけど、結構なんかちゃんとしたなんかバランス整うように野菜、はい、サラダとか、あとヨーグルト絶対いつも毎日食べてますね。そうですね、お昼は必ず取ってます、ね、ちゃんと見られてる。あ、怖いですね。さすが管理栄養士ですね。違う違う、たまにちょっと食べきれなくてこれ食べてとか言っても絶対食べてくれないんですなんか自分の中でルール決まってるのかなみたいなのがあって、絶対食べてくれない。すごい、なんで食べない？オーバーになるかなとか。そう、なんかすごいそういうの気にしてそうな感じで、はい、本当にそうなんだ、はい、本当にそっちですよね。そうですよね。じゃあ一応目指してるカロリー数みたいなのがあるんですかね？まあそうですね、余分に取らないようなするような風には気をつけてます。気使ってるイメージ。でその P はそれぐらいでしょ？で、はい、ファット、カーボはどれぐらいなんですか？量ですか？正直細かくは見てないんですよね。もうプロテインだけ、P の量だけ考えてる。そうですね。タンパク質以外は で, できる限り、まあ、脂質は少ないめにするっていうぐらいの心がけですね。それくらいなら布目さんのやつ食べてあげてもいいんじゃないかなって思っちゃういや俺も思う。そうそうそう、どれぐらいこう厳格にやってるのかな。そうそうそう。じゃあそういう布目さんはどういう、こう、
ことに基づいて食事を選択されてるのかな、うん、私はまあ大体まあ家で食事取ることが、まあ多いんですけど、そういう時はもうとにかく野菜をたくさん取るっていうのと、私もすごい太りやすいんで特にまあ夕飯を気をつけるんですけど、野菜スープ系が多いですね。だから鍋、今の時期だったらもうずっとほとんども鍋です、うんうん、でもうあの鍋の味変えて、で、で具材はまあ豚肉だったり、で豚肉もなんかバラの時もたまにあるんですけど、結構ロースが多かったりとか、で、あと鶏肉だったり、あとお魚ですかね、タラとか、あと牡蠣とか、そういうのを入れたりとかしてて、で、キノコが大好きなので、上野さんと一緒で、はい、キノコが大好きなので、もう安かったらもうキノコを買って、もう切って、で冷凍庫に入れてあるんですよ、まあ、野菜とかもそうなんですけど、やっぱ一人だとたくさん食べきれないので、うん、もう買ったらすぐもう切ってもう鍋に入れれるサイズにして全部もう冷凍してあるので、うん、でそれでいつも取ってて、でやっぱりなんか野菜って何ですかね、調理方法とかその、まあ、洗いすぎたりとかしちゃうとその水溶性のビタミンが流れてたりしてしまうので、うん、なんかもったいないなって思うので、鍋とかだとその流れ出たものもそのまま食べれるから、効率いいのかなっていうので、まあ、野菜多くっていうのをすごい心がけますね。どうしても野菜は例えばどういったものを入れるんですか、鍋の中に。野菜はもうほんといろいろ白菜、キャベツ、ニラ、あとまあキノコ系と小松菜とかほうれん草とかも入れたりとか。キノコは何入れるの？キノコはしいたけ、しめじ、エリンギ、まいたけ、えのき、もう大体このストックはスーパーにあるような、そうですそうです、はい、キノコ系は全部なんで、ね、はい、そうですね。じゃあ逆になんですけど、今そこまでこうストイックな例えば女子棒とかに取り組んでないっていうことは、はい、うん、お菓子とかも食べるんですか？お菓子は会社でだけ食べます。あ、会社で。家では食べないんですよね。やっぱ夜とか食べると太りやすいって思ってるんで、なんか会社の日中の時間帯だったらまあいいかなって自分に。でも全然ディスプレイの上に置いてあるお菓子在庫減ってないじゃん。そうなんですよ。そうなんだ。だからあんまりそう。あれそうですよね。なんで、なんでディスプレイの上にお菓子置いてあるの？結構溜まってきちゃってで、ね、置く場所がなくなってきて。いや、あそこじゃなくていいでしょ。そうですね、なんか落ちるし、なんかなんでディスプレイされてるの？遊び心を加えてみたんですよ。そうだ、ね、僕も思ってましたけど。みんなに言われました。この、その、はい、なんだろう、お土産お菓子問題ってやっぱあると思うんですよ。ね、私は正直、もらうたび、ソメラさんにあげてた。そうですね、いつも食べませんもんね。それは食べてる。トレーニング前に1個食べるとかで、上野さんにもらっていったやつが、僕のここの引き出しに結構どんどん溜まっていってるんですよ。ディスプレイの上に乗ってっか引き出しに入ってるかの違いで、ね、みんな食べる。トレーニング前に食べていくってこと？そうですね。なるほど。はい、僕はそうしてます。貝谷さんは食事で言うと、食事は全然、でも最近ちょっとねプチ減量、緩い減量を始めたので、ちょっと PFC 久しぶりに気にしてます。でもそもそも食べれてないですよね、うん、時間とって会社にいる時は。確かにそうなんだね。昼、いやでもあれ、最近この1週間は PFC いいよ、うん、うん、P はだいたい150から180ぐらい毎日取ってるし、うん、ファットがだいたい50から80、90ぐらいの間で、カーブが100から、これ昨日多くて200だったけど、だいたいまあ100ちょっとぐらい、うーん、でそれぐらいの PFC。 そんなもんですね、うん、体重減ってきたかですか？ね、2キロ落ちたかな、1週間10日だったないか、9日かな、9日で2キロ落ちたかな。だからそれまでは結構ね、お菓子食べたりしてたから、うん、そこはね、序盤は早いよね。でもね、まだね、あれ、まあ1週間、まあ、10日も経ってないけど、って言いながらね、お菓子もね、食べてるんですよ、うん、で、昨日もお昼お寿司で、夜カツ丼とかだから、ああ、そう、ほんと緩くですよ。うん、ウェルさんは、あ、よかった、振ってもらえて、はい、そうですね、今大会前でっていうことで、まあ今メインで食べてるのは玄米とサバ缶なんですけど、うんうん、で、まあ、キノコとかもそのご飯に玄米炊く時に一緒に切って入れちゃって、もうそれで、おいしそう、はい、まあ、割とやっぱり傘もあるし、炊き込みご飯、ね、そうですね、なんかキノコの旨味みたいなのも
も出て、まあ理由があって、今うち冷蔵庫壊れてるんですよ。冷蔵庫が丸つき使えない状態で、あのできる料理って言ったら、まあそういう、そうか、常温で、そう、常温でできるのも サバ缶っていうところで今それをやってるんですけど、葉物野菜とキノコとぐらいか。そうですね、まあ野菜はだから今正直平日はもうキノコに全振りしちゃってて、うん、ご飯で炊き込んじゃうっていう。ちなみにキノコは何？多いのがしめじ、あれはなんだ、えのきが多いですね。えのき多いです。まあ一番好きなのは舞茸なんですけど、そこはもうコストパフォーマンスの問題で、えのき、舞茸なんだ。舞茸好きですね。エリンギはダメなの？エリンギ、エリンギも好きです。でもエリンギだとなんか切る手間が あるから、確かに。そう、正直そのでもえのきだってまあ、ってでもまあ何回も包丁を入れるからね。エリンギだとそのままに聞いてすぐ分かったよ。エリンギはなんとなくトントンしなきゃいけないじゃないですか。そう、別にそのそう、えのきは石突き取って、あと半分バッて切って入れる。なんか一回もうまな板と包丁使ったらもう同じような感覚ですけど、そうじゃないです。洗い物するの一緒だって思っちゃうけど、そうじゃないんですね。そうじゃないです。洗い物じゃなくて切る、でもなんかそれは分かる。そうなんですね。で結構土日とかは、うん、もうそれこそ業務スーパーで1キロのその千切りキャベツとか買って、それをこう思うで、それで上をしのいでる感じ。千切りキャベツ1キロで売ってるの？1キロで、そうです。千切り、千切りです。どれぐらいのサイズ？千切りがあれ1キロ、なんかちょっとこう圧縮みたいなされてて、あ空気のがあってピンポンなんで、そうそう、でこれまあこれくらいの大きさになって、それでもそんなでかいんだ。そうです、そうです。空気入ったらブワーッとこんなでかくなる、クッションみたいになるってこと？あでもでかく、まあそんなにびっくりすることはないですけど、それをこう、まあ、生で食べたりとか、あとはまあそれこそ鍋に入れたりとかして、うん、っていうのはしてますね。まあ、だからそれでちょっと野菜は食べた気になってますけど、まあ、結構あとは外食するとき野菜を優位に食べるようにはしてます。タンパク質もそうなんですけど、1日結構に、まあ、大体 200g 前後ぐらいタンパク質の摂取量を目指してるんですけど、まあ、それに到達っていうのはまあマストで、それ以外はなるべく野菜を摂りたいなっていうところは、意識してますね。今で多分ね、摂取してるカロリー数が1日で大体2500くらいかな。でやってます。カーボどれぐらい取ってるの？ちょっといいですか、見て、あの記録してるんですけど、カーボが今300弱ですね、1日。うーん、はい、これは、食物繊維は抜いてるが、糖質かな、糖質の量ですね。じゃあだいたい 50% 弱ぐらいに PFC バランスでいったら、まあそうですね。で、サバ缶食べてるから脂質がまあ1日 50g くらいになってる。サバ缶でも水煮ですよ。水煮です。でもやっぱある程度脂肪も、だからサバ由来の脂肪を今回取ったらどうなのかなっていうちょっと検証も含めてなんですけど、はい、いいですね、魚由来の。そうそう、かなって感じです。まあこういう食事でやってるんですけど、今日どういう落としどころにしましょうかね。落としどころで言うと、なんかそのいろいろ、これ結構動画の旅に行ってるんですけど、まあいろいろ試したくなるのも分かるんですけど、まあ何かしらその得るものが大きいのは、一つの方法をある程度の期間を置いて試してみる。例えばサバを試すなら、サバはまあ1ヶ月は1ヶ月続けてみる。2、3日でこうコロコロ変えてると、なかなか何が効いてるのかっていうか分かりにくいですよっていう話は再三結構させてもらってるので、そこはおすすめかなと思います。難しいですけどね。実際そうなんですよ、ね、いやそれこそ染田さんみたいな実家暮らしの方とかめちゃめちゃ難しいと思う。そうです、ね、日によって全然違うのが出てくるんで、ね、でもまあ、栄養考えると本当はその方がいいんですけどね、うん、やっぱ同じ、ね、食材だとやっぱり取れる栄養素もずっと限られちゃうから、う、まあ、でもビタミン&ミネラルとか飲んでるから、うん、まあ、そういうので補いたいと思うんですけれども、あとは本当にこれはちょっと深い話なんですけど、うん、リスクですよね。今その食卓に並んでる食べ物って、これが 100% 安全であるっていうデータは正直ないものが揃ってるんですね、うん、ただまあ、毒があったりするものは、これは毒があるっていう結果は出てるから毒があるんですけど、これから研究が進むことによって、ある食材実はこれ食べ続けてると発がん性ありますよっていうのも十分あるわけです、うん、だからそのリスクを散らすために、たくさんこう品目を取っておいた方がリスクは散らせますよねという考え方は正直あります、うん、あとまあコメントのちょっとお願いですけど、まあ今何食べてますみたいなのも欲しいかなと、うん、
何の目的でどういう食事してますっていうんですかね、うん、あとちょっと付随して1個ですね、あこれ昨日ちょっと食べちゃいましたみたいなのを載せてほしいです なぜかっていうとそう人の罪悪感を見て自分の罪悪感を減らそうとしてるんです、あのこういうちょっと偉そうなこと言ってるんですけど、一昨日の夜にカレーパンとピザパン食ってたんですよ、カレーパンにピザパン、カレーパンピザパンと、あともその時はチューハイでした、チューハイでしたで、あとなんだっけな、あとなんかあのチキンみたいなやつ、ホットフードのすごい食べちゃいました、きっちりきっちりチートじゃない、これきっちりチートをして、ちょっとそのチートの罪悪感を皆さんのコメントを見て少しでも散らしたやわらかいそうそうそう思ってちょっとお願いします、食べちゃいました食べちゃいました、まあ、ということでね、ちょっとこうふわっとしたあの結論になってしまって大変恐縮なんですが、この動画がもしも良かったなと思いましたら、グッドボタンと、まあ、コメントも、ざっくばらんにいただけたらと思います、チャンネル登録がまだな方も、ぜひチャンネル登録をお願いいたします、でチャンネルの登録者数増えていったらね、その分また何かした企画もね、面白いことをやっていく予定がございますので、うん、ぜひその辺はご協力いただけたらと思います、はい、じゃあ最後の挨拶曽根さんお願いします、はい、それでは皆さんまた会いましょう、さよならさよなら